タグつけたの、うん、ドラ26周年だから、うん、ドラ26周年にも見えて、うん、26周年の人、うん、パッと見ね、パッと見26周年みたいに見えちゃう、確かにっていう話を数字つながってるからね、してた。そう、そう、メールでは佐藤の写真を載せましたです。ドラえもん26周年みたいな感じね。そうなの、ドラえもんのなんかお祝いみたいになっちゃった。さあ、最近はレッスンでよく会ってるね、エリート。ねえ、マジでめっちゃ、でほぼ毎日とか、ね、毎日毎日ね、エリート会ってますよ。会ってますね。そうだな、前回はあれだよね、あの取材をさしていただいたよね、ドラニーがちょうど6年目に入るっていうので。おーおーおーね、確かに。でオンラインの取材を受けましたね、うんうんうん、初めてのね。そうそうそう、オンライン取材。あ、白チャーハンさん、たわありがとう、ありがとう、白さんありがとう、1、2、3にゃありがとう。ペコさん、タワーありがとう。ペコペコペコ。そして銀髪のカさん、ありがとう。カさん、もうアホティがやばい。さっきアホティありがとうね、カさん。ラウセイチに行ったのに。白チャーハンさんはね、チャーハンが好きだからカッコチャーハンにしてるらしい。あ、そうなの。豆知識。豆知識。何に使うん。くまさん、あとドラに6周年おめでとうさん、タワーありがとう。くまさん、ありがとう、ありがとう。マジでアホリエ。30分くらいしかできないのですが、そう、30分くらいで終わり、ちょっとしかできないけどやりました。ひょうちゃん、たわありがとう。ひょうちゃん、ドラにみんな知ってるよね、多分ね、うん、有名人。西川のおじいちゃん。西川のおじいちゃん、エリーが言ってた、エリーが言ってた。めっちゃ弟に似てる。やめてよ、最悪なんだけど。マジで笑った顔、弟なんだけど。うちに何回も来たことある子、弟の顔知ってるんですよ、エリー。弟からも認知されてる、数少ない AKB メンバー。数少ない AKB アイドル興味ないから、弟アイドル興味ないけど、橋本環奈ちゃんと広瀬すずちゃんは可愛いらしい。あ、そうなんだ。可愛いって言われたことないけどね、私。弟に。本当に悲しいね。服とかも褒められたことない。この服どうかなって聞く、知らないって言われる。知らない。でもさ、この服好きかこの服好きじゃないかくらいの感情はあるじゃん、絶対に。うん、知らない、分かんない、うん、俺そういうの分かんないっていう。そうでしょ。言いそう、めっちゃ言いそう。分かんないよって。分かるよね、好きか嫌いかくらい。あんま人に興味なさそう。え、ないの。ないよね、絶対ね。二次元にしか興味がない、人間に興味ない。西川の家泊まりに行った時とかも、なんかずっと TikTok か、うん、なんかアニメの話ずっとしてる。そうなの、そうなの、本当に典型的なオタク。好きなことになると早口になるタイプ。一緒だ。今日はレッスンですよ。ゴミアットドラに6周年おめでとうさん、ありがとうございましたわ。ゴミさん、ありがとう、ありがとう。スクショするんだね。うん、どうするのそれを。なんかね、うん、前まで手書きで、うん、なんかゴミさんだったらゴミさんタワーありがとうって言って書いて、うん、
サインも書いてたかな、うん、ですごいピクスアートで書いて、うん、それを755に貼るっていう。あー嬉しいね。でも最近はできてないの、うん、全然。あそうなんだ。だからスクショだけ。そっかそっか。スクショは載せるの？載せない。スクショしてあの投げてくださった方に書く記録として。記録スクショはしてるけど、うん、できてないんだ最近、うん、そっか。すごいね、やってたことがすごいね。ひょうちゃんさん、タオありがとうございます。ありがとうひょうちゃん。西川のおじいちゃん、じいちゃん、うん、レッスンはもう終わったね。うん、そう時事に終わる予定だったから、終わってからいっぱいやろうかなと思ったんですけど長引いてしまいました。前陣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 愛なぜてててててたけど前陣前陣前陣なんかさ一面のサービスの時さ前陣でみんな笑ってくれる先生教えてくれて懐かしい。何の T シャツ着てるかというと言うとイコラムで最低本当に最低。いや6周年配信で寸上ですると思ってなくて、はい、家帰ると思ってたんだけど、だからレッスン着制服だから制服なのよ、だからレッスン着でやるしかなくてコラボなんです。あんま見えないようにちょっと寄り目で撮ってます今。ショールーム限定、うん？ショールーム限定で、うん、やはり宇宙人になれるんだ。うん？大丈夫かなこの子。どういうこと？え、もうできないよそれ。できなくなったの？そう、私それさ体験する前になくなっちゃったんだけど、あれでしょ？ギョンってなるやつでしょ？うん、ビャンってね。え、一回やったんだけど。いいな一回限定だったじゃあ。そうそう、なんかすぐねなくなっちゃって、私がねできるんでしょってね言った時にはもうそれ終わったらしいよって。そうなんだ、うん、ちょっとあんまなんだろうね。あ、大丈夫かなこの子って来ちゃったコメントね。ブルーアット台湾、6周年おめでとうさん、ありがとうブルーさん。ありがとうブルーさん。ブルーさん、ブルーさん、スウォンスさん、タオありがとうございます。スウォンスさん、さん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。にゃ、一二三、にゃ。レイちゃんイコラブの T シャツ着ながらショールームやってるよ。なんで言うの？うん、誰？千里さん？千里さん？なんで言うの？エリーちゃんのすごかった。あ、見た人いるんだ。私もやってみたかったな。加工のやつ。加工。うん。なんか今日ね、ゆで卵持ってきたけど調味料忘れちゃったって話を佐藤にしたの。うん、そしたら佐藤が、佐藤持ってるよって言い出して、塩コショウとなんだっけ、ネギ塩持ってるみたいな。なんで持ってるのって思わない。まさかさ、ちょっと持ってるよって言い出すと思わなくてびっくりされた。塩コショウを持ち歩いてる人、うん、お肉につけようと思ったらしい。あ、そうなんだ。でも結局私も佐藤も夜ご飯食べるタイミング逃しちゃって。あ、卵腐るかな。いつ茹でたの？茹でたのは昨日の夜。あ、どうだろう。で、冷蔵庫にあって明日持ってきた。でもなんか半熟に茹でちゃったからやばいかな。ずんちゃんお腹壊してたじゃん一回確かに卵、腐った卵は危ないからな。いや危ない。あ、サンシャインエリーさん、どうもありがとうございます。ありがとうサンシャインエリーさん。サンシャインエリーさん、夜ご飯はね、あ、でも
食べたよ、あのファミマの焼き鳥。レッスンの10分の休みの時に食べました。だから夜ご飯は食べた、プロテイン飲んだし、さっきおしまい。踊ってるとでもそんなにお腹空かないよね。すく？うん。なんかね、そうなんだよね。意外と空かない。お腹空かない。かったりする。何もしてない時の方がお腹空くと思う。ね、お腹空く。ね。わかり。わかりね。やばい。すごい漏れてた。ココアの匂いがする。みんなプロテイン飲んでるよね。そう、流行りなの流行り。私は大家さんの YouTube を見てプロテイン飲み始めた。プロテインって痩せるの？痩せるっていうかタンパク質がいっぱい取れるかも。んなんで太る？ジュースみたいにな感覚で飲んでると、うん、あのあんまり普通になんかただのジュースみたいな感じ。ああそうなんだ。コンビニのプロテインは糖質が14-13くらいあるかな。あ、いや10切ってたかな。まあそんなめっちゃ低いわけでも、粉だと2とか。え、糖質低い。うん、低いね。そうなの。でも粉高い。あ、高いね。うん、あゆちゃん待ってよ。なんか4人でおめでとうみたいなこと言ってたよね、レッスン前。ね、言ってた、うん、そうそうそう。今日あゆちゃんもいたの。ささみね、サラダチキン、サラダチキンもよく食べてるね、メンバーね。食べてる。最近グリルチキン、なんか細長いのあるじゃん、サラダチキンじゃない方、あっちの方が食べやすいことに気づいた。そうなんだ、エリー一口で食べれちゃう。あ、確かにサラダチキンちょっと食べにくいよね。うん、でもさ、サラダチキンちょっと苦手になっちゃった味が。あ、そうなんだ。一時期めっちゃ食べてた、うん、あ、だからじゃない、飽きちゃった、食べ過ぎた。食べ過ぎたのかな、うん、なんか味がわってなるようになった。そっか、また何年か後だったら食べれそう。確かにね、6年って早いね。早いよ、6年早かったね。本当に早かったです。タワー逃してる方いたら自己申告してね。ケンタコ焼きやっと6周年おめでとう、ありがとうさんありがとうございます。ありがとうさん、ありがとう、ありがとうお腹なったバージョンになってるサラダチキンあるね。今チキン好きなんだ。そうなの。チキン、ファミマの焼き鳥美味しい。小6が高3ですからね。そうなんです、小6が高3になりました。でもね、7年目だけどまだ高3っていう、若いよねやっぱ。れいちゃんおめでとう、私今日誕生日なの、記念日しょ。うさやちゃん、うさやさんおめでとう誕生日。うさやさんおめでとう、おめでとう誕生日、誕生日おめでとう、おめでとう誕生日、誕生日おめでとう、おめでとう誕生日、誕生日おめでとう。サラダチキン、あ、自粛中とか特に作ってたわ、サラダチキン。ちょっとめんどくさいけどね。みんな綺麗になった。昔の写真
見たよね。見た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 。周年あるある、昔の集合写真見てえってなるみんな、ね、なる、変わったねって、可愛くなったね私たちって話。本当に。炊飯器、あ炊飯器、そうなん、やってみよう。何分まで配信する予定？ね、30分ぐらい。うん。まあ、なんかわかんないけど。もう30分くらい経ってるのかな。もうなんか15分ってなった2分前ぐらいに。全然そんなことなかった。エリーは棒のようだった。エリー入った頃はただの子供だった。峯岸さんに遊んでもらってたもんね。うん、遊んでもらってた。すごい覚えてるよなんか。しかもその本当に遊んでたよね。うん。遊んでた。そう、話すとかそういうレベルじゃなくて、お姫様抱っことかしてもらってた。全然すごいよ。峯岸さんも面倒見がね、お姉さんって感じだよね。うん、ずっと峯岸さんがメイクしてもらってる時、うん、ずっとエリー膝の上に乗って、赤ちゃんじゃん、子供じゃん。エリーファイティングさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ファイティングさん、ファイティングファイティングさん、ファイティング。ミャオさんとも遊べなかった、だってミャオさん、うん、そう、遊んでた時ミャオさんは普通に可愛がってるよね、エリーの。嘘、マジでも、うん、オーディション番組から、うん、仲良くなった、うん、話すようになった、話すようになったかな。やっぱね、そのオーディション番組の絆がやっぱすごい感じる、うん、私から見てても、うん、やっぱ過酷なことを乗り越えるとさ、絆生まれるよね。生まれる。ランドセル背負ってた写メ会が懐かしく感じる。うわ、うん、教科書広げてたよね、広げてたっけ。私は教科書とか広げてた、机に。嘘、全然覚えてない。高速都道府県今できるの？え、できるんじゃない。でももう特技に公表してないけど。あら、今の特技何？今の特技、うん、絶対高速都道府県やっといた方がいいじゃん。じゃあなおさら行っといた方がよくない？でもね、うん、もうやってなさすぎて、うん、なんか噛むのよ。あ、はいはいはい、噛むし、うん、なんか息継ぎするところがあんま分かんないから、うん、なんかもう特技なのかもうよく分かんなくなってるんだよねもうなるほどね。めっちゃ噛むし、うんうんうん、噛むから。エリー円周率いってみよう、だって 3.141592853569 全然違うんだけど待って 3.141536979 3.141592653589 ああ仮契約のシンデレラハッピーメロンソーダ、あーやったー、ハッピーアイスクリーム、ハッピーメロンソーダ、間違えた、新しくなった、ハッピーアイスクリームだ。ハモったら言わなきゃいけないんだよエリーだからメロンソーダって言っちゃった。3.1159265358979 今すっかり、はい、ハッピースクリーム、ハッピースクリーム じゃあエリー英語で6周年の感謝の気持ちを伝えてください。 Hello everyone 千葉エリーエリーエリーシカカタンドラフト2期生日本語じゃん。シックスニューイヤー、イエーイ、ハッピー
ニューイヤーニューイヤーセブン TH ウェイセブン TH セブン TH って書かない HTTH セブンスセブンス TH の始まりだねえどう思う？やばいだってセブンティーンって言うかと思ったらそっちね。うん、セブンスセブンスアニバーサリー、あーシックスアニバーサリー、十アニバーサリーか、17周年7周年目。うん、アンナさんタワーありがとうございます。ありがとう、アンナさん。アンナさん。ネイテンス。小6のレイちゃんにアドバイスできるならなんて伝えますか？なんだろう。前髪少なくしてみたらっていうかな。なんか今の5倍くらいのボリュームが厚さがありましたからね、昔は。エリーさ、普通にさ、うん、中2の頃かな、うん、自分で前髪を音楽室ですいてて髪切り用のハサミで前髪少なくしたいんだけどって友達に言いながら、うん、なんかトイレの前とか音楽室とかで自分でだからギザギザしてたのそういうことで、ちびまる子ちゃんみたいだったもん。ここなんか、うん、ここの下の部分は長いんだけど、うん、上の重なってる部分が短くなりすぎて、うん、メイクさんに何やってんのって言われたでも あったね、一時期めっちゃ変な時、え、覚えてる。でもなんか、うん、安倍さんが近くにいて、うん、安倍さんはなんか前髪少なくしたくてここ剃ったんだって、うんうんうん、ここの前髪のここの部分、うん、そしたら芝生みたいになったからって言ってた安倍さんの安倍さんもおもろい。それでメイクさんに怒られたって言ってた安倍さんも怒られたんだ安倍ちゃん、安倍ちゃん、あ、じゃああれだ、僕体公演かな、あたりかな。そうじゃない、僕体って中1かぶってるよね。かぶってるね、全然かぶってる。あ、でも中 2? 中2ぐらい、うん、中1じゃない。あ、その安倍さんの前髪、前髪は小学校、前髪は中学生、中2ぐらい、中2ぐらい、中2でやってたのそれ、うん、やばいね。やばいよね。オーキーさんとか始まってるくない、中2だったら。始まってる気がする、うん、だからなんかやばい前髪の生写真とかめ普通にあるね生写真、そうだねそうなるよね、面白い。オンデマリバイバルで見ると本当懐かしい。いやそうだよね、僕対声も見れるのかな今リバイバルでね。レイちゃんのやばい列伝ないの？だってあんまないよね、やばい話。西川のやばい話、うん、なんだろう、うん、うん、特にないないんですよないんですよね、残念ながら。やばい話、うん、でもこれ言っていいのかわかんないけど、これ絶対聞こえるよ。え？どうしよう。とてそくだと優越か。イエイイエイ。早く言ってよ。イエイイエイイエイよりもウォウォウォウ。スピード出さないでゆっくりと。ダメやそれ。絶対ダメだよそんな話一人だけ絶対ダメでしょ
ダメな話でした。ダメな話でした。ダメだった。ダメだった。30分お知らせだって。あ、もうごめんなさい、待って、酔ってるかもみんな、大丈夫かな。ずっとこんな状態だったし、ほんとごめんね。ちんちゃみやね、みやねよ、かぶさんもいた。ごめんね。まあそう、じゃあ最後に締めますか。ちょっと抱負でも言って7年目入りますが、なんか AKB の中でも7年目はまだまだ若手って私たち言われることが多いけど、7年もやってる、6年もやってるというね、自覚を持ち、ちょっと、まあ、後輩も増えたので先輩らしくね、しっかりしていきたいなと思います。頑張ります、これからもよろしくね。はい、エリーちゃん、はい、これからも、最近は選抜メンバーとかに選んでいただくことが多いんですけど、うん、これからも一生懸命、まあ、目指すはシングル選抜なんですけど、うん、誰にも負けないぐらいの、ね、力を振り絞って感情な、誰にも負けないくらいの力を振り絞って言葉合ってるこれ、うん、誰にも負けないくらいの力を振り絞って伝わる、伝わる、ハートフルな言葉、いいよ。7周年目もドラフトに帰省としてできます。かっこいい。ということでランキングを読みたいと思います。え、まあ目指すは、専属の、欲しい、私は買う雑誌で、じゃあランキングを読みます、読みます、じゃあ一緒に交互に読んでこう、うん、13位から、西川レイ13位、ツーピースさんありがとう、ありがとう、13位、ちょ大事だよ、事故ってるんだけど隣の子。13位、千葉エリー、オリセ Q さんありがとう。西川レイ12位、まさまさあと7年目をよろしくね、今日も可愛いよさん、ありがとう、ありがとう。12位、千葉エリー、ハムさん、ありがとう。ハムさん。11位、西川レイ11位、中地和恵さん。千葉エリー11位、中地和恵さん。中地和恵さん。どっちでも11位。中地和恵さん。10位。西川レイ、桃子。10位、千葉リー、ちひろん、おしさん、ありがとう。ありがとう、なんかそういう名前みたい、千葉リーなんとかみたいな名前みたいな。千葉リー、ちひろん、おしさん。9位、西川レイ、福さん、ありがとう。9位、千葉エリー、ひょうちゃんさん、ありがとう、ありがとう、西川のおじいちゃん。8位、西川レイ、ブルーラと台湾、6周年、おめでとうさん、ありがとう。ありがとう。8位、千葉エリー、4軍アット、エリー10周年まで追いつけますさん、ありがとう。ありがとう。勝っちゃった？変わってないか。7位、ペコさん。ありがとう。ありがとう、西川レイ。7位、千葉エリー、ケンタコ焼きやっと6周年おめでとう、ありがとうさん、ありがとう、ありがとう。6位、銀髪のカさん、
ありがとう西川レイ。西川レイ。6位千葉エリーゴミアットドラニー6周年おめでとうさん、ありがとう。ゴミさんありがとう。ゴミさん。4位クマさんアットドラニー6周年おめでとうさん、西川レイ。5位アンナ千葉エリー千葉エリーありがとうございます。千葉エリー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 。第3位白チャーハンさんありがとう、西川レイ、ありがとう。4位サンショインエリーさんありがとう、千葉エリー、ありがとう千葉エリー。第2位ひょうちゃんありがとう、西川レイ、ありがとうね西川レイ、ありがとう。3位今2位だよ。嘘、順位変わってもらった。あ、じゃあ読んでない人いいよ。3位サンショインエリーさん言った、言ってなかった。4位サンショインエリーさんありがとう、ありがとう。いいよ。そう、3位ツオンスさんありがとう。2位言った、2位言った。2位エリーファイティングさんありがとう、ファイティン ファイティン。第1位はドルルルドン、もえもえアット6周年おめでとうさん、ありがとう。もえもえいつもありがとう。はい、第1位はドルル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 ありがとうございます。ラインさんありがとう。ラインそれでは7年目も頑張っていきます。よろしくお願いします。ドラニの応援してください。ということでみんなありがとうございました。短い間でしたが、ありがとうございました。ちょっとスクショしなきゃ、交代交代するか、うん、エリーの方で、うんうん、はい、はい、OK。 どんな角度から映してるじゃあありがとうございました。バイバーイ。おめでとうドラニー。